くのファンの方々が期待している羽生結弦選手の24時間テレビでの特別アイスショー出演。今年の24時間テレビのテーマは会いたいとなっており、羽生選手に会いたい人は星の数ほどいますが、羽生選手にとっての会いたいとは一体何なのでしょうか。1978年から毎年8月に日本テレビ系列で生放送されている24時間テレビ愛は地球を救うチャリティーキャンペーン活動を行う番組として誕生し、羽生選手もこの趣旨に賛同し、例年特別アイスショーを開催し、多くの人々に勇気と感動を与えてくれています。昨年はコロナ禍ということもあり無観客の収録出演に。それでも東日本大震災から10年の節目を迎えたことを受け、思いを込めたホワイトレジェンドと花になれのスペシャルアイスショーを披露。今年も期待するファンの方々の声は日に日に高まっています。そんな24時間テレビの今年のテーマは会いたいとなっており、公式サイトではコロナ禍などの理由で会いたいけれども会えない大切な人を募集するページが開設。実は羽生選手も北京冬季オリンピックでの会見の際にこの会いたいについて言及していました。会見の中で羽生選手が早く会いたい存在、常に後ろ姿が見えていて霧がかかったところにいるような存在なんですけど早く会いたいと語っていたのは、自身の夢とし、成功するまで何百何千と繰り返し挑戦してきたクワッドアクセルへの思い。北京冬季オリンピックでは ISU 公式戦として初認定されていましたが、コロナ禍の中地元仙台のアイスリンクで一人黙々と練習をしてきたことを思うと、そばで誰かが羽生選手を支え励ましていたら、もしかしたらその結果は違っていたのではないかと考えてしまいます。個人的にそんな時にそばにいてほしいと思ったのが、これまでの大会やトレーニングで羽生選手のことを思い親身になって接してきてくれたブライアン・オーサー氏やジャンプコーチであるジスラン・ブリアン氏ら、チームクリケットの方々。北京冬季オリンピックの際にはオーサー氏に帯同することを依頼しなかった羽生選手、コロナ禍の2シーズン一人で考え、そう判断したことについては理解しています。それでもリンクサイドにコーチらがいてくれればと今でも考えてしまいます。そんな北京の会場でオーサー氏らを見つけると頭を下げながら近づき、挨拶代わりのグータッチをしていた羽生選手。フリーの演技の際は温かく見守っていてくれていたことでしょう。ちなみにブリアン氏は羽生選手が出演したファンタジーオンアイスに足を運んでくれていました。新型コロナウイルスの感染力が強いオミクロン株の新系統 BA.5 が流行し、全国的に感染拡大が続いていますが、24時間テレビは感染症対策をすることを前提に、7月15日から両国国技館での観覧希望の受付をスタートしています。昨年のように無観客であっても構いませんが、羽生選手の特別アイスショーが開催、実施され、そしてオーサー氏らとの再会、さらにはクワッドアクセルの成功までの道が、このシーズン中に開けることを期待しています。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。